ございます。釣り子 TV です。エバーグリーンのワームっていうことで、これツインテールリンガー 4.7インチ、このワーム買ってきてみたんですよね。これをですね、チャターベイトの具にしたいなと思ってですね。でこれ最初発売した時はあっという間に店頭からなくなって買えなかったんですけども、徐々に買いやすくなってきましたね。ツインテールリンガーということで、こんな感じの形ですよ。 4.7 インチですよ。でカラーがシークレットスモークですよということで、価格が734円、8本パック。最近1個あたり100円を超えるようなワームがすごい多くなってきましたが、これ8本入ってるんで100円を切るんじゃないかなっていうところで、じゃあ早速ですね、1個開けていきたいと思います。ツインテ、ツインテツインテって菊本さんが動画で、あとは雑誌の記事なんかでも結構最近ツインテツインテっていっぱい名前出てきますけどね、これがその噂のツインテ、ツインテールリンガーと。一対の手が、シンプルな一対の手がビローンと伸びていて、リブがあってリングワームみたいな感じですね。で非常に張りがある、張りがあるんだけど、かなりお尻の方は柔らかく動いてくれそうな感じで、でこれをですね、猫リグにして、結構ピンチの時に、取材でピンチの時に、猫リグツインテの猫リグで、キッカーフィッシュ最後に来たみたいなのがいっぱい書いてあったりしますからね。猫リグスナックレス猫リグとかでこれを使うとバッチリ効くみたいなんですけども、自分はですね、最近練習中のこのチャターベイト、チャターベイトの具にしたいなということで、仕入れてみました。ということでですね、これエバーグリーンの、これまたエバーグリーンのジャックハンマーで、最近ずっとこのジャバロンネオのちっちゃいやつ97、これをつけてですね、これの組み合わせが結構よく釣れるんですよということでやっているんですけども、チャターベイトにはやっぱこういったワーム自体はそんなにボリュームがなくて、での方がこう動きがバタ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 していって、これがプリ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 動いてっていうことで、チャターの具っていうとこういった形状が多くなってくるんじゃないかなっていうところで、これもですね、結構97なんで非常に静かに、そんなにワームが主張することなく、お尻だけこう微妙に微振動して泳いでくれるんで、よく釣れる組み合わせなんですけども、こいつはちょっと休憩していただいて、こんな感じですね。まだ部品がついてますけどね、これにこの組み合わせで使ってみようかな、こういうことで買ってきてみたんで、早速ですね、1個セットしてバランスも見てみたいと。その前に単体でツインテ何グラムかちょっと測ってみますかね。単体だと、はい、エバーグリーンのツインテールリンガー 4.7、これの重さは 4.5グラム。じゃあこれ単体で、例えば、ノーシンカーあんまりやんないかもしれないですけど、ノーシンカーでもベイトフィネスのタックルとかでもスパーンと投げれる、これに 1.8g の、ネイルシンカーなんて仕込もうもんだったら、そうですね、ネコリグだったらこれにさらに針の重さもプラスされるんで 7g ぐらいになるんで、結構投げやすいんじゃないかななんて思いますけども、まずはだいぶチャターな季節になってきましたかね。チャターベイトにセットして、どこら辺から針先が出るのかな、半分ぐらいのところ、白いところを腹側にしますかね。よいしょ、慎重に刺していきますよ。こんなあたりかな、針出てきて、やべ失敗した、針出てきてもらって、ズニュ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 っと入れて、はい、できました。ジャバロンネオよりはすごい
うん、持った感じも軽い感じになりましたね。軽快にお尻が微振動してくれそうな。じゃあこれで重さ測ってみますね。 18.4g、 うん、投げやすい重さですね。これでちょっとですね、霞ヶ浦の護岸際とか、あとは亀山ダムなんかでも結構この前チャターベイと聞いたんで、そういったところで放り込んでみようかななんて思うんですけども、この夏こんな組み合わせはいかがでしょうか。結構軽いんだけど投げやすそうなんだけども、しっかりとボリューム感というか、このシルエットは出てますね。結構イケてるんじゃないですか。というわけでですね、今日こちら、裏に説明書きとかは特に書いてないんですけども、はい、エバーグリーンのですね、ツインテールリンガー、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、スリコー TV でした。